レオナルド、ジーノ・ポマーレは、アメリカ合衆国のプロバスケットボール選手である。カリフォルニア州出身。身長203センチメートル、体重104キログラムで、ポジションはパワーフォワード、センター。2009年に、BJ リーグの仙台89アーズと契約し、プロ選手となる。2011年には、同じく、BJ リーグの浜松、東三河フェニックスと契約し、 以来日本のチームと契約し続けている。2015年と2016年には、b j リーグオールスターゲームに出場した。バスケットボールパナマ代表にも選出されている。サンディエゴ大学を卒業後に来日し、2009年9月に、b j リーグの仙台十9アーズに入団する。プロデビューした10月に、平均18.7得点、14.7リバウンドを記録して、 月間 MVP を獲得した。2009から10シーズン終了後に退団。仙台退団後は、アルゼンチンのクラブ級デジュリオリオテルゼロや、クイルメスマルデルプラタに所属。2011から12シーズン開幕後の2011年11月、BJ リーグの浜松、東三河フェニックスと契約。2012から13シーズンは、BJ リーグの京都ハンナリーズに所属。 2013から14シーズンは b j リーグの岩手ビッグブルズと契約。2014年1月は月間1試合平均16得点、リバウンド12.2本、ブロック2本を記録して2度目の月間 MVP を受賞。チームはレギュラーシーズン2位でプレーオフに進出したが2014年5月10日、11日に開催されたカンファレンスセミファイナルで敗れ。 ファイナルズ進出を逃した。シーズン終了後の5月20日、チームは規律違反を理由に、ポマーレとの契約を解除した。2014から15シーズンは、BJ リーグの青森ワッツと契約。このシーズンのオールスターゲームに主催者推薦を受け出場した。2015から16シーズン、このシーズンにより、BJ リーグに参入した金沢武士団と契約する。このシーズン、 オールスターゲームのファン投票で24,589票を獲得し、西地区、フォワードセンター部門で浜松、東三河フェニックスの大田ツ也が獲得した28,138票に、次ぐ2位に入り、2年連続でオールスターゲームに出場した。2016から17シーズンより、BJ リーグと NBL が統合され B リーグとなり、 金沢武士団は最下層の B3 リーグに振り分けられることが決まっていたが、ポマーレは引き続き、金沢と契約した。このシーズン、ポマーレは50試合に先発出場し、平均13.7得点を挙げ、チームの B に昇格に貢献した。2017から18シーズンも、金沢と契約したが、開幕直前に、ポマーレは契約を解除し、 B1 の大阪エベェッサに移籍する。大阪では25試合の先発出場を含む29試合に出場し、平均11.5得点を挙げたが、1月23日に大阪は、ポマーレとの契約を解除する。24日、ポマーレは古巣である B2、岩手ビッグブルズと契約した。ありがとうございます。